はい。こんにちは。文具王です、えー。今日紹介するのはこちら。はい。えー、キングジムのですね、えー、クリップタイマーリミッツという商品です。えー、と、こんな手のひらサイズなんですけど、ちょっと厚みがあってですね、こんな感じです。の、えー、と、タイマーなんですけれども、まあ、クリップタイマーって後ろにクリップとマグネットがついてるタイプのタイマーになっているんですが、えー、キッチンタイマーとかってよくあるじゃないですか。 で、まあ、うちもですね、ちょうど、あの、ここに置いてあるのが、こういうやつが置いてあるわけですけども、これはなんか随分昔から使っているタイプのやつなんですけども、あの、これあれですね、時間をこうやって何分何秒ってやって、スタートってやると、ここがカウントダウンされますよっていうのは、まあ、よくあるタイプですで。大体これってあの、最大99分までとかっていう感じだったりするんですね。 なんで、二桁のミニッツがあって、まぁ、99分と、え59秒までいけるみたいな感じので、まぁ、100分計とか言われたりしますけども、そんぐらいまでいけますよっていうのが大体で、で、で、普通はカウントダウンなんですね。で、秒まで測れますよっていうのを表示するとか、まああと秒がなかったりする場合もありゃしますけれども、そんな感じの、えタイマーです。というのがあって、まぁ、これもちょっと便利なんですけどね、後ろにマグネットがついていて、こうあの、 え、こういう鉄板のところにカット付けたりとかですね。よしし。で、後ろの部分がですね、ここがこうカチッってやるとこう、こうやってですね、え、まあ、立てておくときは、これスタンドになったりとかですね、意外と便利なものもありますね。後ろ側クリップになって、これもクリップになってるので、なんかにこうやってね、挟んでおくとかいうことも一応できますよということになってますが、まあ、普通ですね、まあ、横道にそれました。えっと、普通ですね、まあ、タイマーっていうのは、 えー、大概売ってるカウントダウンのタイマーとかっていうのは、あの、まあ、タイマーとかキッチンタイマー系のやつっていうのは、まあ、カウントダウン系で、しかも、えいたい表示的にはですね、えー、分と秒が表示されていますよっていうのが普通なんですが、このですね、クリップタイマーっていうのがまたちょっと面白くてですね、2桁の表示はあるんですけれども、えっ、ー、と、これが、 えっと、モードによっていろんな使い分けができるということになっています。で、モードがですね、えっ、ー、とー、まあ、大きく分けると2つ、カウントアップとカウントダウンがあるんですね。なので、こうやってやるとカウントアップですよね。えー、カウントアップで1234ってやってます。でも一回止めますけれども、こうやって止めます。えー、止めて。で、えっ、ー、とー、カウントダウンもできるんですけども、カウントダウンとかの場合は、えっ、ー、とですね、これ面白いのは、デイと、アワーと、 えー、ミニッツを選ぶことができるんですね。だから、何日後とか、だから、えっ、ー、と、何分後はあるんですよ、ミニッツは。でも、これ、アワーで何時間後で99時間までいけるわけですね。で、さらに、えっ、ー、と、d にすると99日後までいけるんですよ。で、99時間後とかができる。 絶対えば48時間後とか72時間後っていうのもできるし、それは言い換えれば、えっと、3日後とかっていうのもできるわけですね。で、3日後とか4日後とかじゃなくて99日までできるんで、約3ヶ月ちょっとまで先の予定に対してカウントダウンができるし、あと、これ逆にカウントアップもそこまでできるってことなんですね。なので、えっと、実は3ヶ月分であれば、えっと、これが、 あの、の、ま、時間を測れるっていうことなんで、何ですかね。あの、全く今までのキッチンタイマーとかとは、時間の感覚が違うっていうのが一つありますね。なので、えっと、ま、どういう時に使うかっていうと、ま、このね、パッケージにも書かれていたりとかしましたけれども、えっと、例えばこういうですね、次の課題の提出も、えっと、何月何日まであと何日、ね、っていう表示ができますよ、ということができるし、 あの、例えばテストまで何日っていうので、まあ、例えば資格試験なんかやってたりすると、あと何日でもあるし、まあね、あの、平成が終わってですね、えっ、ー、と、令和ですか。令和まであと何日とか、開元まであと何日とかですね。まあ、いろんな、えー、ことができるし、あと、逆にですね、えっ、ー、と、プラスで、えっ、ー、と、加算の場合であれば、まあ、何分とか、だからこう、た、 かかった時間がわかるわけですね。なので、まあ、例えばですけれども、えっ、ー、と、この放送がですね、今何分目に入っているかとかやな、これ、これをチカチカやっとけばですね、僕はですね、えっ、ー、と、今何分喋ってるかとかもわかるっていうですね、えー、ことになっています。えっ、ー、と、よいしょ。こうやってなるわけですけれども、まあ、こんな風なタイマーになっているので、意外とですね、ちょっと今までにない感じの時間をやっていけるという風になっています。 で、まず、えー、一般的なカウントダウンから説明すると、まあ、どんな機能があるかなんですけど、えっ、ー、と、これ、あと、まあ、まあ、本体の話から先行こうかな。ほんで、これね、クリップタイマーっていうのは、後ろにクリップがついてるからなんで、こうやってやるとですね、まあ、ここに、こう紙とか挟めますようなんですけれども、えー、後ろマグネットがついているので、よいしょ、はい。こうやるとですね、まあ、こうやってやるとですね、あの、壁につけといて、こう、ね、 ええと、メモとかをこうやって挟んでおくことができますよっていうふうにはなってるんですが、これ逆にですね、置きでも使うことができるっていうのになってて、このクリップがまず面白い。はい。後ろですね、このクリップの部分なんですけど、キングジムっていうね、刻印が入ってますけど、これをカチッって回すとですね、こう外れるんですね。で、外した時に、これをちょうど反対側に向ける。向ける。この辺まで反対側に向ける。で、カチッって戻すとですね、今度はクリップが、ほら、上向きにつくんですね。 なのでえ、そうするとですね、えー、メモをこうやって挟んだ状態で立てておくこともできますよという感じです。なので、えっ、ー、とー、まあ、デスクの上とかに、例えばこういうところにですね、まあ、ね、例えば受験票を置いておくとか、チケットをここに挟んでおくとか、あとはですね、ま、あそういうですね、ここになんかわかりやすい表示を まあ、挟んでおくことができるよということなんで、これメモとかね、あとなんか送らなきゃいけないはがきだったりとかいうのをここに挟んでおくとか、連絡しなきゃいけない名刺とかを挟んでおくとか、まあ、なでもいいんですけど、こういうところで使うことができますよと。もちろんこれは上向きでもこうやってね、マグネットに貼ることができるんで、いろんなところに貼れるわけですが、まあ、そんな感じです。なんでまずクリップも面白いし、で、後ろにはですね、この3つあります、スタート・ストップボタンと、モードボタンと、あとはですね、このリセットっていうのがあるわけですけれども、 こうやって、まあ、まあ、表にしましょう。で、まず、普通のカウントダウンなんですけど、カウントダウン、この、今、最初の状態ですね。あの、いろいろなってる状態からリセットするときは、このね、モードとこれをな、まあ、両方押すとリセットって、ここに刻印が入っていて、まあ、わかりやすいんですけど、これをやると、元に戻りますよと。で、まあ、この状態からですね、えっと、モード選びと数字を上げるっていう機能があって、これがスタートストップですね。 しかないので、まあ分かりやすいですね。えっ、ー、と、まず数字を、あ、数字っていうか、これでモードを選ぶ。で、えっ、ー、と、モードボタンを押すと自動的にカウントダウン機能になります。えっ、ー、と、カウントアップの時はモード無用で、よいしょ、スタートにしといて、モード無用でスタートを押すとカウントアップが始まるんで、まあこれはちょっと置いといて後で説明します。で、ゼロ表示に戻して、えっ、ー、とですね、で、モードを例えば何日っていうのにします。で、 まあ、あの、こっち側にですね、えっと、何日で1、2、3、4、5ってあの、ま、数字を上げていきます。ま、10日後に、例えば課題提出ですよっていうのにして、ま、この状態で、え1 0日になってます。で、カウントダウンですっていう状態で、スタートボタンをピッて押します。そうすると、ま、9日になりました。ま、残り9日と何時間っていう状況に今なってますよっていうことなんで、えフルであるのは9日なんで、ま、こんな風になって、 えー、数が減っていきます。ね。ということなんで、まあ、えっ、ー、と、何日後にこういうイベントがあるよみたいな時にはこれでやっていくと、あと何日ってわかるんですけども。で、あのー、これもちろん、この、さっきデイにしましたけれども、えー、同じ表示でですね、あの、この真ん中のところの、えっ、ー、と、アワーにしとくと9時間後とかになるわけですけれども、これあの、今デイですね。 えー、9日になってます。で、9日後なんですけども、だいたい9日後になってるけど、実は、えっ、ー、と、9日プラス何時間かはあるはずですよね。で、この9日プラス何時間がどんだけあるかっていうのは、これがですね、ちょっと面白くて、えっ、ー、と、ここのモードの、この今カウントダウンが進んでる状態で、このモードのボタンを押すとですね、こうね、モードのボタンを押すと、はい、えー、アワーになるんですよ。23時間っていうのが出ましたね。だから、 9日と23時間あるよってことなんですね。で、ほっとくと戻ります。で、これなんですけど、もう一回押すと、9日と、よいしょ、23時間と58分で43秒あるよってことが分かるわけです。で、ほっとくと戻る。なので、実は表上は9日っていう表示なんですけど、見たければ、あと23時9日23時間、えーっと、よいしょ、よいしょ。で、 えっていうのが、9日と23日と58分あるよってことが分かりますよ。ということで、これね、2桁しかないし、えっと、液晶の表示としては、アップ、ダウンの矢印と、2桁の数字と、えっと、デイとアワーとミーツの3つしか表示がないんですね。これだけしか表示がないんですけど、実は、そういう使い方ができると。で、もちろんここで止めます。で、リセットします。で、えっと、例えば、 えー、モードを、えー、モードよいしょ、えー、ミニッツ、えっ、ー、と、例えばで1分とかにします。まあ分かりやすいのでこれでいきますけれども、えー、これでスタートボタンを押すと1分なので、まあ普通のキッチンタイマーとしてももちろん使えるわけですね。はい。で、まあ、えっ、ー、とカウントダウンの場合はその時間が来たらアラームが鳴るようになってるので、えー、ピピっていう音がするんで、まあちょっとそれまでちょっと、まああれですけれども、 な感じになっています。ということで。まあ、えっと、すごくシンプルな形のタイマーなんですけれども、なんか、ちょっとした工夫がすごい詰まってるんですよね。この、例えばクリップを上下にするっていうのも、部品なんですけれども、これをパカッと外してですね、ひっくり返すと、こう、逆向きにもはめられるよう、しかもこれ電池カバーなんですよ。なので、 えっと、電池交換用のカバーのパーツをそのまんま使って、ここの、えー、後ろのマグネットを上下どっちにでも付けられるようにすると。わざわざそれ用の留め具を作ったりはしないわけですね。で、上下がどっちでも使えて、ボタンはたった3つ。ほら、時間が来るとピピーってなります。まあ、こんな感じでですね。で、ストップボタンを押すと止まりますよ、ということです。はい。わかりやすいね。で、 一回でリセットします。で、あとね、えっと、このカウントアップモードはもっと簡単ですごいんですよ。これね、カウントアップモードはスタートストップボタンがあるので、このスタートストップボタンをですね、このリセットされた00の状態で押します。そうするとカウントアップです。で、123って増えていくんですけれども、これがね、要はモード選ばないんですよ。あのー、さっきの、えー、っと、一番上にあったそのですね、 何日っていうデイとか、何時間のアワーとか、何分の,エのミニッツっていうのを表示が、まあ、選ばないんですよ。選ぶ必要がないってことなんですけれども、これって、わかります今は、えっ、ー、と、そのミニッツよりも下の秒表示ですよね。なので、セカンド表示なんで、えー、それでですね、まあ、こうやって数えていってるんですけれども、このままでいいということですね。で、 あの、カウントアップの機能っていうのは、例えばものによったら、んなんだろうな、例えば、漬物な、ね、3ヶ月以内だったら漬物とかそんなのでもいいし、何かですね、何日保管し、あの、この熟成させる系のものとかっていうのに、まあ、漬けておくってことももちろんできるでしょうし、っていうことなんですけど、これ見てて、ほら、1分になったら、なんですかね。だから、 59秒まで行ったら今度1分になったので、1分になると勝手にミニッツ表示に変わるんですよ。なので、今1分ですよ。っていうことなのね。なので、これちょっといいですよね。で、こうやって見るとですね、ほら、い、あの、モードボタンを押すと、この1分と23秒、今、24秒ですよっていうのがこれでわかるわけですよ。だから押すとだんだんちっちゃい表示になるんですけど、今一番大事なのは、だから、 もう1分超えたら何秒っていうことが大事ではなくて、もう1分ですよってことなんですね。1分以上経ってますよってことだし、今2分目です、3分目ですっていうのが分かるわけですよ。これちょっと面白いですよね。で、これまた59分を超えると、今度はこの M が、えっと、H に変わるんですよ。で、1に変わって1時間経ったよってことになるわけですよ。なので、2桁の表示なんだけれども、 手数としては最小限特にカウントアップなんていうのは別に最初にカウントアップするときになんだそういうことをしておく必要がないので、勝手にそうなっておきますよということなわけですよ。なんで、これ結構ですね、あのー、だからその枠を超えて減ってくるとですね、あのー、まあ、なんていうのかなあれができるし、あと、これカウントダウンのときも、えっと、1日を切ると、今度は、 あの、自動的にですね、今度は、あの、何一日を切ると時間表示なんですよ。あと何時間表示に変わる。で、何時間の表示が終わると、今度は何分の表示になって何秒になって終わるっていうことなんですよ。なので、やっぱその、あれですよね。一時間以上ある時には、一時間以下の方の単位っていうのは、まあ見なくてもいいよっていうことだし、ね。 えっと、一日以上のことを話してるときには、えまあ何時間っていう話はしなくていいよっていうことになってるわけですよ。ということでですね、うまいなっていう、この表示の設計のうまさなんですよ、これは。なので、何ですかね、あの、まあ、キングジムさんって結構デジタルツールを作ることがよくあるわけですね。で、簡単なデジタルツール、 をいっぱい作っていたりして、まあ、ポメラみたいなすごい便利な道具ももちろん、便利なというか、その、なんていうのかな、高性能ないろんな機能があるものだったりとかも作るんですけれども、キングジムの面白いところっていうのはこの割り切りだと思うんですよね。で、あのー、キングジムのっていうかこういうデジタルツールとか、まあ、そういうものを作るとかいう時には、ま、ものの時はもっとそうですけれども、文房具とかね、ものを作る時っていうのは割り切りっていうのが、まあ、 ここまでしかできないって分かっているので、そこを割り切るのは簡単なんですけど、デジタルの道具っていうのは、ついつい、まあ、盛り込もうと思えば、いろんな機能を盛り込むことももちろんできるでしょうし、あと、この液晶の表示だってもっと細かくしようとか、いろんな機能をつけようって言ったら、できるはずなんですよ。なんですけれども、そこをですね、あえて、 最小限の道具で、いることってこういうことだよねとか、今見たい情報ってこれだけだよねっていうことを、ちゃんとわかるようにして、整理整頓していって作るっていう、設計っていうのがすごい大事かなと思うんですね。だからこの製品ってボタンがたった3つしか付いてないし、ね、これ多分最小限必要なんですね。まあリセットの時に2つ同同情しっていうのがあるけど、それも刻印で表示してるということで、まあわからなくならないようにはしているし、 あと、その、この表示も上下の矢印が2個でしょで、この数字1個でセブンセグメントって言うんですけども、あの、7つの、このね、えっ、ー、とー、この、えっ、ー、と、四角い表示がですね、7つで1つの数字を表してるんで、14個。だから、16、17、18、19個。ね、20個以下の、えー、表示しかないわけで、19個、たった19個の、 えと液晶を点滅させるまあつける消すっていうことだけしかできない液晶とあと電池が入ってきたらカウントダウンかカウントアップしかしませんよっていうことでになっていてボタンが3つであとですねえとクリップに関してはもうクリップとマグネットが共用になっていてしかもこれが電池カバーにも共用になっていてこれが上下ひっくり返すとえ上向きのクリップにもなるし下向きのクリップにもなるっていう ことで、まあ、紙を留めといてまあねその時に必要な、えー、メモみたいなものをちょっと留めておくっていう用途に関しては十分果たすようにしてあって、えー、どこかに置いておく、まあ、マグネットで留めるとか、えー、よいしょ、ねえー、こういうですねどっかの壁に貼っておくとかですね、まあ、それができない時には置いておくとかですね置いといてもですねきれいにこうちゃんとね立つようになってるんですよね。 って考えるとですね、これはまた、なかなかうまいこと作ったなっていう感じのタイマーです。で、あとですね、僕最近常々思っているのですが、あのー、ですね、スマートフォンは便利です。ね。で、要は、その、なんですかね、えっ、ー、と、スマホみたいなものとかっていうのは、えっ、ー、と、一つの画面で何でもできるんですね。 ま、高精細な液晶画面を使うことによって、えー、まあ、本当にあの、何の表示でもできる、何でも化ける道具だっていうのはすごくいいことだと思うんですけれども、ただですね、あのー、まあ、何ですかね、こう、実はそれって本当はどうなのかって考えたときに、えっと、今見たい表示っていうのが、今見えてることっていうのが大事なことってあるんですね。 あの、アプローチを使ってて何が不便かっていうと、あれ、省電力のためにいつもは切れていて、自分の方にくってあの腕を向けると数字が出るようになってるんですけれども、そういうのって、うんと、なんかね、時計って確かに見たい時には腕を上げて自分の方に顔に向けるから、それで見れるんだよっていうのは、確かに、 正しい考え方かもしれないけど、例えば打ち合わせをしてるときに、え、今何時だろう、そろそろ話を終わらせたいなって思うときに、時計をチラ見するっていうのがあるわけですよね。で、できるだけ時計の方に意識を向けないで、チラッと目で追いたいっていうときにですね、あの、腕をグイッと上げてですね、あのー、見る動作をしてしまうと相手としてはですね、あ、すいません、話長かったですかねってなってしまうじゃないですか。いや、そうじゃなくて今どのぐらいかなっていうのを、なんとなく確認したいとかいうときにです。 例えばその時計とかを見ないでチラ見する。見ないでっていうかそのね、あのー、ちゃんと動作としては見ないけどチラ見するっていうのもそうだし、あと何日みたいな表示っていうのは常に壁に表示してあって見れるっていうのって大事かなと思うんですよ。あのー、そこら辺のリアリティっていうのが、だから、例えばまあ絶対合格するぞっていうのを別に、あのー、 例えば、その紙に書いて、目標とかを紙に書いて壁に貼ろうとか、あとは手帳に挟んでおいていつでも見ようとかいう人ってあるじゃないですか。あれデジタルにすると見返さないから良くないんですよ、みたいなことを言ってる方結構いらっしゃいます。その通りだと思うんですよね。僕らは画面の、えっと、切り替えたら、画面を切り替えたら見れますよっていう状態で情報を持ってることも大事なんですけれども、常に壁に貼ってあってそれを見て、 そうだそうだって思いながら頭に入れていくっていうこともあるし、えやっぱり壁にある時計っていうのはどうしても必要だなと思うのは別に何でしょうね。えっと、見る動作をするともなく視線をちょっと移動させた時にそこに入ってくるところに数字があるっていうのがあって残り時間がわかるっていうのはすごい大事だと思うんですね。なんであの、この間あの別の時に紹介したこのタイムタイマーなんかもね、 これなんかもそうですけども、えっ、ー、とー、こっちなんかも、こうやってやった時に残りの時間がこうやってですね、えー、可視化されていて、常に表示されてるって大事なんですよ。だこういう道具っていうのは、なんていうのかな、あのー、実は、えっ、ー、とー、すごくリッチなんですね。あのー、どういうことかというと、まあ、贅沢なんですよ。あの、それぞれの、要は情報、これだと残り時間を表示するためだけにデバイス1個使うわけですよ。ね。 で、1500円もするデバイスを1個使って、残り時間を常に表示しておくと。しかもこれって、だって、99日表示とかにしてたら、99日間、その、数字をカウントダウンしてる間は、その機械って他には何にも使い道ないんですよ。もうその、残り時間を表示するだけ。しかできない。ね。あの、スマホだったら、 常に、まあ、あと何日ですよっていうのは裏で計算していて、そのアプリを立ち上げるといつでもそれが出てきたりとか、毎日何時になると、あと残り何日になりましたよっていう表示をすることはできるかもしれないけども、でもそれは、その表示が終わって他の画面に切り替えた途端にそれは消えてしまうんですけれども、これはずっとバカみたいに正直に、えー、99日カウントをして表示するだけのことをし続けてくれるんですよ。でもこういう、 何て言うのかな道具のあり方っていうか、で、それは紙にも通じる、紙とデジタルにも通じるんですけれども、あの、何ですかね。紙の情報って何がすごいかっていうと、一個の情報に対して一個のメディアを占有するってことなんですね。一枚の紙に情報が書かれている、その紙は他の情報を表示しないで、ずっとその表情報だけを表示し続けてるってことなんですけど、そのメリットっていうのも実はあるんですね。なので、 な、それはやっぱりその手帳に書いてあるものが常にそこにはその情報が書いてあって他の情報に持ってかれない。で、確実にそこにはその情報があるっていうことが分かっているってことがすごい僕らにとっては大事なこともあるんですね。特に、まあ、あの、僕ら人間のインターフェース的にはですね、あの、すべてがそのスマホの中に入っている。まあ、よく見るからもちろんスマホに入れとくと見るんでしょうけども、でもやっぱり、あの、 それだと、そこを開くってことを忘れてしまったりすることもあるし、やっぱりそういうのはあるんですね。なんですけども、それが常に数字として表示されているっていうのは、なかなかこれはですね、えっ、ー、と、面白い道具なのかな、というふうに思います。だからね、まあ、あのー、これがですね、まあ、例より上がないのは、やっぱりあのー、何ヶ月とかになると、あのー、ね、 えっと、日にちが違っていたり、まあ、あの、1年とかいうのも、やっぱり365日じゃない日もある、ない年もあるので、うる年どうすんだ問題とか、いろいろあったりするんでしょうから、やっぱ出入り行くのがいいのかなと思うわけですけども、やっぱね、常にそうやって、まあ、だから99日、えっ、ー、と、までっていうのが、まあ、でもあれでしょうね。だからその残り時間を意識しながら頑張らなきゃ、頑張れるのが3ヶ月ぐらいって考えたらですよ。ねえ。 さすがにやっぱり何か一個やろうと思ってても何年かかかるものに関してはやっぱり何年っていうのはカレンダーになっちゃうのかなっていう気もするしまあその間にね年越しがあってみたりとか色々あったりするんでやっぱ3ヶ月ぐらいだったらこう頑張って何かの目標に向かって頑張れるってことを考えるとちょうどいいあのものかなと思うんですねでそれがだん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 カウントさダウンされていくのを目の前にこうやって見ていけるっていうのは まあ、それ1500円でそれを1個買うか買わないかっていう問題はあるんですけど、僕としてはですね、これはちょっとですね、いくつか、今やっぱりやっている仕事とかがあったりして、何日経ったよとか、あと、ね、これ実際そうやって言ってますけど、このもうこうやってカウントアップ始めてから13分経ってるっていうのが、ここでわかるわけですよね。まあ、そういうのもですね、えっと、なんか意識しながら仕事するとか、何かに向かって、えっと、まあ自分をね、 あの、の、今の場所っていうのが分かるようにしておくっていうのも、まあいいんじゃないのかなって思うわけですね。まあもうちょっと、もう一桁あると、あの、宇宙戦艦ヤマトみたいにね、地球滅亡まであと何日みたいなのができたりするのかもしれないですけども、さすがに3ヶ月、まあ99日だとね、あれですけれども、ね、そういうですね、表示。だから、あの、これは単に、えっと、もちろんこれって技術的に考えたら当たり前にできることです。 あの、今なんて時計なんて当たり前にあるし、時計のユニットも安くなりました。で、いっぱいいろんなデジタルツールがあるので、えー、カウントダウンなんて簡単だし、カウントアップも簡単だし、えっ、ー、と、表示できるっていうことも全然わかるんだけども、その当たり前の時計表示を、えっ、ー、と、どんな風にして見せるかとか、どんな風なインターフェースとして人に与えるかっていうこと、ね。で、そのために、 えっと、そのアプリではなくてわざわざ個別デバイスを作るっていうことの意味っていうのをちょっと考えさせられる、えー、アイテムかなというふうに思うのでこれはですね僕は、えー、実はですね えー、もうちょっと使うなと思ってですね。もう一個買ってきたんですけども <laughs>。えーとですね。なので、今二個買ってきたんですけども。これ、ひょっとしたら、いろんなところにつけると面白いかな。何につけると面白いかなっていうのは、これからちょっといろいろ考えていきたいなと思うんですけど、まあ、直近で言えばですね、まあ、あの、納期が決まっているお仕事のところにつけておくっていうのは分かりやすいので、一個やってみようっていうことで、買ってみたわけですが、ま、いろいろ遊ぶのにもう一個欲しいなと思って、今二個買ったんですけど、ひょっとしたらまた、あと何個か買っちゃうかもしんないなと 思いなながらなんですかねこういう風にしてあの万能なんかデジタルってどちらかというと今万能の方向に進もうとしてると思うんですよ大きな画面を持っていて高性能なプロセッサーを持っていて何でもできるよっていうマシンにえっと一般的には行こうとしてると思うんですけれどもそうではなくてえ単機能として何かの目的を持った道具っていうのを作る意味っていうのは だからこういうですね、まあ、デジタルのあり方、短期のデジタルのあり方の、まあ一つちょっと、えっと、あり方として今面白いんじゃないのかなっていう、熱いぞっていうのがですね、えー、っと、キングジムの道具に感じます。で、実はですね、えー、っと、次、えー、次回のところではですね、キングジムもう一個最近できたですね、えー、っと、短期の商品があるので、それも紹介したいと思うんですけれども、 なんかね、あの、一時すごい、いろいろやって、こう、膨らんでしまったデジタル関係のものだったりもするんですけれども、ここへ来て、キングジムの、このシンプルな、デバイス作りっていうのの面白さっていうのが、ちょっといい感じだなっていうふうに思いましたよ。ということで、今日はですね。はい。こんなことのためにですね、えー、まあ、あの、30分近くも喋ってますけれども、今日紹介するのは、えー、ね。 えー、1500円で買える、永遠、なんか、永遠自分の、えー、と時間を表示し続けてくれる、えっ、ー、と、ま、99日までいけるっていうね、えー、ま、気の長いタイマーのご紹介でした。えー、また明日。